カストレ T.V. へようこそ。どうもカストレです。はい、今日は第一次世界大戦後の世界の動きについて見ていきたいと思います。ワシントン会議っていう会議をね中心に見ていきます。で、このワシントン会議っていうのはどういう会議かというと、えっとベルサイユ条約がね第一次世界大戦後に結ばれてできたベルサイユ体制っていうあの国際秩序の次にあたる国際秩序とそれからあとは軍備縮小について話し合われた会議のことです。 でえっと、アメリカが、ね、あの提唱してワシントンで開かれるんですけれども当時のアメリカっていうのはあの第一次世界大戦をねあの経てすごくね力つけてくるんですよね経済力なんかもねお金たくさんアメリカに集中してくるのであの高まっていきますこれ当時のニューヨークの写真ですけれども巨大なビル圏籠、まあ、なんていうのがたくさんできてきてすごく繁栄しているのがわかるよね。ねで軍事力力なんかもイギリスと並ぶぐらいいつけてきていてき 当時の、ね、世界の外交なんかはもアメリカがリードするような状態になっていきます覇権国なんていうふうに言いますけどもそのアメリカのハーディング大統領が提唱して開かれましたでこの会議開いた目的はまずあの第一次世界大戦でねアメリカ以外にも力をつけた国がありましたそれが日本ね日本はすごくねアジアで力つけてくるんですよねでえっとその日本の アジアでのねあの膨張というのをちょっと抑えたいというのがアメリカの中にありましたアメリカ中国にね進出したいと考えてますからねねでえっとアメリカ日本が力をつけてくる中であの日本のね軍備拡大というのはすごくたくさん行われていくんですねねで太平洋なんかはもう日本がねアメリカイギリス上回るくらいの勢いで海軍のね力をつけてきたりしていますこれ当時のねあの 軍事費のグラフですけれども、第一次世界大戦が終わってから急激に軍事費伸びていますよね。財政のね。あの大体50%ぐらいが軍事費っていう,うくらいね。軍備の拡大が進んでいます。だから戦争が起こってないのに軍事費がすごく多くなってしまう、ね、で、そうするとアメリカとかイギリスもこれに引っ張られて軍事費拡大して。 いくんだよ、ね、っていうのはあの日本はね日本だけは力つけるわけにいかないからそうすると軍事バランスが崩れてしまうのでアメリカとかイギリスもね軍備拡大しないといけないだけどそうすると自分の国の財政が圧迫されて国民が不満に思ってしまうとかって、ね、なんとかしなきゃいけない状態になってきたので軍備縮小について国際的にねこう話し合おうっていうような場ができるこれがワシントン会議です。 はいでえっと、日本の、ね、この時の内閣は高橋晃清内閣で外務大臣は内田康斎っていう人なんだけども、ね、あのワシントンに赴いて実際に、ね、話し合いに参加したのは加藤友三郎海軍大臣それから重原喜十郎は駐米大使かなそれから徳川家とこの3人が全権として会議に赴きます。でワシントント会議でははつ条約が結ばれますますずは、えっと パリ講和会議、ね、ベルサイユ条約結ぶ時にあの十分話し合われなかったアジアの問題と太平洋の問題について話し合われます。で、えっと、まず4カ国条約っていうアメリカと日本とイギリスとフランスが結んだ条約ですけれどもここはまず太平洋について話し合った内容が条約になっています。で太平洋諸島の現状維持っていうのはあの現在ね 太平洋の島々であの列強が獲得している領土はまそのままにしといてで、新しい領土とかを求めないようにしよう。っていうことが決まります。で、えっと。アメリカとしては日本のね。あの力をちょっと抑えたいですから、日本がこれだけ力を強くしてきたのは日英同盟っていう、ね、後ろ盾があったからなんだよね。で、アメリカなんかはドイツとね。ドイツがもう破れて。 あのもう敵対する相手なんかいないんだからそういう日英同盟はいらないんじゃないですか4か国で協力して仲良くやっていくような条約で十分なんじゃないですかとかって言ってそれから中国の問題について話し合われたのが9か国条約。 はい、でだから中国の主権尊重とか経済の機会均等みたいにアメリカが、ね、これまで言ってきたような中国の,、ね、あの動きがもう一回確認されます。だからあの中国に利権を持つ国なんかが参加して全部で9カ国、ね、中国も含めて、えー、結ばれた条約が9カ国条約になります。でえっと、こののカ国国条約によって、まあ、中国のあの 原則は決まるのでこの原則に合わないような利権とかあの条約とかそういったものは、ね、全部なしにしましょうということになります。で日本の場合は あの第一次世界大戦で得たね権益なんかがあってその時に石井ランチング協定なんていうのを認めてその権益認めてもらったりしてるのでそれが廃棄されたりあとは第一次世界大戦で獲得したシャントン半島っていうのは中国に返すことが日中の話し合いで決まりますこれが三島懸案解決条約なんていう条約なんですけどもでここでま中国に関する内容を結ばれてでにまあ日報のね動きなんかもちょっとここで。 押しと止められるみたいな感じになっていきます。はい、そして三つ目の条約がワシントン海軍軍縮条約っていう条約。はい。でこれは五カ国が参加します。えっと日本、イギリス、アメリカ、フランス、イタリアの三カ国ね。 の主力艦って言ってまあ大きな軍艦だよね1万トン以上の大きな軍艦の保有量を決めましょうっていうことです簡単にあの結論だけ言っちゃうとまずその保有比率はあのこの図のようになっていますえっと5対5対3対1.67の1.67っていうふうな割合になっていますでえっと これで一応調印されるんだけど日本としてはイギリリスアメリカが5に対ししては欲しいっていう,ふうな主張だったんです、ね、だけどアメリカとかにしてはあのそれは認められないってこの辺がちょっとあの交渉なんだけどねあのだから要は日本は太平洋全体で3.5欲しいって言ってるんだけどアメリカはねあの5あるとは言っても太平洋と大西洋に囲まれてる。 わけだから二つに分けなきゃいけないね。そうすると太平洋には二点五ぐらいになっちゃうでしょ。そうすると日本があんまり多く三点五とか多くの軍艦の比率持っちゃうとパワーバランスがやっぱりおかしくなってしまうからなんとかさんにとどめたいっていうのがアメリカとかイギリスの主張。イギリスもねインドとかにあの軍隊派遣しなきゃいけないからね同じ思いなの。それでこの比率になります。はい。でえっとこういうふうにしてあの。 第一次世界大戦でね力をつけてきた日本を国際協調っていう場の中でこう抑え込もうとしたのがワシントント会議の内容ですでこういうふうにしてできた新しい国際秩序のことをワシントン体制っていうふうに言います。 はい、で日本はこのワシントン体制をまあ条約で、ね、受け入れましたからこのあと国際社会との協調っていうのを進めていきます、まあ、軍備拡大ではなくてこう話し合いとかであの外交を進めていく協調外交っていうのを重原喜十郎なんていう外,外務大臣が中心になって話し合いのね外交を進めていきます。 で海軍の軍縮条約を結んでいますから海軍の軍備縮小はどんどん,どん,どん進められていて軍艦は、ね、あの作りかけのものもどんどん,どんどん廃棄されていったりあの,他のかあの軍艦,にか軍艦から別の,、ね、あの船に変わったりしてるんだけども陸海軍がそういうふうに軍備縮小してくると陸軍も、ね、それに押されるようにして軍備の縮小が行われていきます。でえっと、加藤智三郎ワシントント会議の後であの 総理大臣になって実際に海軍の軍備縮小を進めるんだけども陸軍もね山梨半蔵っていう陸軍大臣の下で軍備縮小が行われたりあとは加藤高明内閣の時これはだあの関東大震災があったからそういった声もあって軍備縮小がまた求められてきて宇垣一茂っていう陸軍大臣の時に軍備縮小なんてのが行われたりしています。はい、ということでこの兵,兵の削減っていうのがあのワシントン 体制の下で陸軍も海軍も進められていくっていうことです。はい、ということでまあ、簡単なんですけど、ワシントン体制は3つ条約があってで、それぞれあの日本のね。あの動き日英同盟とか石井羅新協定がどの条約で廃棄されたか。あとはワシントン海軍軍縮条約は比率だよね,ね。で、そういったあの細かい条約の内容を抑えるようにしておきましょう。それでは今日の内容は以上です。 この動画の前後の内容の動画は動画の概要欄の方に URL がありますのでそちらからもアクセスしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。